ご視聴ありがとうございます。金子麦朱。主にツーリングのチャンネル。ツイッターでは、金言麦朱等です。前回までの動画でお伝えした通り、2023年の8月8日火曜日からは、リモートワークをしながらの、北海道ツーリングに行ってきました。今回は、その12の動画です。旅の14日目だった。8月21日の月曜日は、朝、フェリーの中で目が覚めて、それから、しばらく仕事をして、その後は食事をしました。この焼きそば弁当は、すごく好みの味ですし、北海道のお土産としても、周りからの評判がいいので、昔から大好きなんですよ。食後は甲板を散策してみました。見ての通り快晴でしたから、非常に気持ちよかったですよ。ちなみにフェリーの料金は、大人一人とバイクで、人はコンフォートという階級を利用して、往路が 41,500 円、袋が 43,500 円、合計が 85,000 円でした。これを高いと思う方もいるのでしょうが、東京から青森までの700キロくらいを走って、それから、フェリーで北海道に行くのは、かなり疲れますので、走る距離をかなり短くできて、寝ている間に北海道入りできる、大洗と苫小牧を結ぶフェリーは、料金に見合った価値が十分にあると、私は思いますし、もちろん今後も、他の航路も含めて、長距離を移動するフェリーを、ガンガン利用するでしょうね。フェリー旅が未経験の方には、自信を持っておすすめしますよ。今回の旅は全部で14日間とそこそこ長かったのですが、仕事をしながらだったのであまり走れなかったですね。まあでも今回の旅を通じてリモートワークになれましたから、今後同じような旅をするときはもっと効率的に楽しめると思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。他の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録、大歓迎です。